はい、ワントゥワントゥー、キンバラチエコストリングオフライフミントミントトオラミントミントト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 トすいません、自分の名前慣れてないんです。ミントミントトト、はい、質問コーナー行きましょうか。はい、トトトさん質問コーナーか、まさかこの時間これまた来ちゃいましたか、この時間が。何ですか。はい、楽屋ラレディオ、みんなが、待ってたあのコーナーが始まりましょうか。今角に足ぶつけました。はい、すいません。じゃあぶつけないで風真ん中に来れば。え、いいの、そんな怖い話でございます。みんな待ってますか。はい、待ってますか。ってことは声もちょっとエフェクトを入れましょう。いきますよ、どうぞ。和江、はい、さん、今日もあるんですか、怖い話は。絶えずにあります。おお、さすがそれでは始まりました風編の怖い話。なんか一人で盛り上がってるこれは私が、4年前ぐらいに一人で電車に乗ってた時の話なんですけど。本当のあった話ですか。これ実は今日はあの数少ない実体験の一つの話なんですけども、電車に一人で乗っていて、普通に真っ昼間です。真っ昼間の電車にピッて乗ったら、その車両には一番右端に一人おばあさん、一番左端に一人おじいさんと私しか乗ってなかったんですよ、その電車。結構田舎の方の電車だったので、で私は超ど真ん中らへんの椅子にバッて座ったんです、うん、でお昼普通に太陽の日差しを浴び、緑も見ながらガタンゴトン、うん、ガタンゴトン、爽やかですね。はい、乗ってたんですけども、うん、次の駅で止まった時に一人の男の人がスッて乗ってきたんですよ、電車に。で私の前に、真ん前に腰掛けたんですよ。で私は普通に音楽を聴いてて何も考えずに景色を見てたんですけども、ふってその男の人の顔を見たら、黒目が上、右、下、左、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 上、右、下、クク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 クってこう4方向に黒目が動いてて、私はちょっと目がそらせなくて、えって思ったら、クク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 、ぐるる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 るって黒目が全部回転しだして、私、えやばい、これ私しか見えていないのかなと思って、周りの人たちをって見たら2人とも見てないんですよ、こっち。で多分これ風しか見えてないと思って、やばいと思ってたら、クククククルル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 ルって首までぐるるって首まで回り出して、私やばいと思って泣きそうになって怖いと思ってて、どうしようと思ってて、ずっと見てたんですけども、ぐるん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 って激しく回って、次の駅でぐるって回って、私はやばい、お化けだと思って逃げようと思って、次の駅で降りようとしたら、その人はクッて首を止めて、スッて普通に降りていった普通のおじさんでした。目の運動をしているおじさんだったんですよ、ただの。でも激しくない、結構その運動。首まで回ってたけど、私はそれを宇宙人だと思ってたんですけど、そのおじさんはただの目の運動をした普通のおじさんでした。でもね、この話ね、カズエがそういう目にあったって日にちょうど私に話してきた時に泣いてたよね、怖くて。いや、ちょ、この世のものとは思えなくてスピードで目が回ってるんですよ。目がぐる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 、首もぐる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 、そんな人いないよって二人で言って、絶対宇宙人だよって言ってて、でもあの駅着いた瞬間ピタッてまっすぐ止まって、こうやって普通に降りていった普通の目の運動をしてたおじさんでした、っていう話でした。めっちゃ怖かったの、この世のものとは思えないスピードでした。この風の物語が怖くない、目ぐるぐる首ぐるぐる、こっちには分かんないのか。はい、行きましょう。パンヤTV をチェックしてくれてありがとうございます。楽屋ラレディオが放送した1週間後に動画がアップされますので、見逃さないように、こちらで
チャンネル登録をしておいてください。ここだよここだよここだよありがとうございました。次回もお楽しみに。お楽しみに。バイバイ。バイバイ。